いや最高だわ。どうも、シュゲアです。どうも久しぶりです。皆さん、いや住みてえな。ちょっとあの辺に土地買いたいな。ですね、私今どこにいますかというと、はい、ツバートレース場、ツバートレース場です。実はですね、私シュガー、三重県民になりました。ありがとうございます。三重県民の皆さん、ぜひよろしくお願いします。今のご時世ね、コロナでちょっと心配される方もいると思うんですが、PCR 検査もね受けましてね、陰性をいただきました。制度自体のことは調べて分かっている状態で言っております。まあ、ということなので、これからもごひいきによろしくお願いいたします。今回からなんですが、題名がですね、シュガーの三重県支部推しということで、船券消防やっていきたいと思います。はい、もう単純明快です。私三重県民になりましたので、三重県にはツボートレース場があると、三重県支部の選手をひいきしていきたいと思います。買うかはないは別です。今回からの動画でね、ポイント2つあるんですけども、もうツボートレース場しかしません。でもう2つ目がですね、三重県支部選手が出場していれば、その人をピックアップしてどういう選手なのかというのを、まあ、分析してその辺を伝えれればなと思っております。なんか一つの支部の選手全員を深くやってるチャンネルってあんまないなと思ったし、まあ僕はもう三重県民なんで、やっぱそこをやっていきたいと思います。さあ早速、じゃあ行きましょう。はい、あーちょっと引き上げに入ってないとダメだからな。一応入れない。よし、ここで撮影しよう。なんか結構僕穴と穴とって言われるんですけど、まあ確かに高配当になりやすいような、レースしかまあ選んでないのはありますね。うん、まあだから資金が少ないんで、ぶっちゃけそうじゃないと勝てないと。が2、はい、もうインから強い、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、そうなってくるとちょっと戦い方がまあちょっとこれまでと違ってくると。じゃあ大きく分けてそのポイント2つなんですけど、もう1つはもう広めに行ったら絶対回収できないってやつですね。であともう1つはやっぱインが逃げる逃げないの判断がやっぱ戸田とはもう比べ物にならないぐらいちゃんとしないとダメだと。戸田は基本的にもう外も買うのがセオリーっていうふうに僕は思ってるんですよね。スタート切られたらもう何もすることできないっていうのが戸田強制です。ただツアー多少遅れでもインが残るっていうのはあるんで、負ける負けないの判断をかなりシビアに、だその辺をちょっとクローズアップしていきたいなと。で資金が3万2000円で全レースをやろうと思うんですが、やっぱオッズが安いところはもう積極的に買わないでおこうと。ガチなんでレジャーじゃないです。戸田だったら全レース買ってもチャンスあると思うけど、ツアーオッズが安いレースは低投資みたいな僕はやっぱスルーしないとダメだなと。あとツの特徴もちょっと徐々にね覚えていきたいな。さあ、ここ三重支部の浅香選手がいます。まあ、B1 選手というか、浅香選手 B1 なんですけども、一つ特徴があります選手の、はい、インは強い。これは覚えておいた方がいい。インは全然買える。 60% から 70%。 お父さんと奥さんはボートレーサーですね。元ツアー1レースと5レースがね、インに A1 選手のシードレースなんで、ここはねでも資金投じないとまあオッズがかなり悪いと思うんで、浅い力いつもよりはかけます。取れるところで取れる戦は美味しいと思うんで、いやこれはね正直自信ある。自信ありま す, あります。さあ地元凱旋1レース目、まあちょっとこれは取りたいですよ。はい、ということでね、海面こんな感じです。もう僕ちょっと作戦を考えまして、やっぱもう6レースまででプラスを出さないともう多分イン強面は勝てないと、思っております。なので朝一からいきます。はい、1頭の、2着はねもう3と6です。はい、という形です。6レースぐらいまでで負けが混んでくると、あとはもうこう戻すにはどんだけ資金を投じれるか、そこだけにかかってくると僕は思うんですよね。イン強めに関しては後半見た感じだとね、イン逃げが続くと思うんですよ。オッズはこっちでね操作できないんで、結局の話お金で操作するしかないと。いやーこれは言ってほしいよ。浅香選手だけは遅れないでほしい。三重支部推しなんでそこだけは頼みますよ。3が外前したらもう何でもあり。あ、遅れてる。しかも5が絞らない。3が外前ならよし、いいよ。飛ばされた。これは6刺さった。
ってくれ、頼む。これは刺さらない、絶対刺さらないタイプの位置だ。前夜に、あーおー、六甲刺し彫りか、3結構通されたな。あ、ダメだ。ちょっと待って、これ落ち着くからな。いやー、ちょっとこれ痛い。20分の1も当てれないのか。僕は飛び込もうか。よし、いい位置。いや、ちょっと離れすぎてる。もう少し、もう3停止ぐらい前だったら、内を譲りや、内を、あ、内行ってくれた。これはまだまだ分かんない、まだ分かんない。分かる分かる。5だったら着くけど、2だったら、2も着くんだよな、これ。うわー、25行って外した。手が来る。あ、怖え。なんかちょっと汗かいてきた。これ暑さの汗じゃねえぞ。これ5000円だよ。いや、3連服で4800円。3連単も、いや、また抜け目だよ。おつ抜け目おつ。さあ、ここ陰線にですね、塩崎選手の旦那さんの石塚選手がいますと。ここ全員 B 級なんですけど、石塚選手は、F2 だったんですよね。で、石塚選手特徴はイン強いですね。イン 70% 前後。インは変える。フライング復帰明けなんで、まあその辺がどうなんだろうっていうところなんですが、ここはもうカオスだからな。他が。まあ、オッズを見る限りは、ばらけてた。さあ、船券買ったんですけど、すでにもう1万円使っております。ちょっと飛ばしすぎかな。まあ、ただね、このぐらいしていかないと、そんなに頭が1以外が来るってことは、戸田以上にないと思うんで、絞りましたんでね、ここ、2着は1点絞りました。1441。41はね、まあ、抑えです。僕はもう坂本選手はもうよく知った選手です。はい、動画でも何回も載せてきた。そこが売れてるんですが、やっぱ競り合いがね、なんって感じなんですよ。頼むよ。3が遅れるはずっていう僕の予想ですけど。なら、よし、いいかも。あ、でもいい位置だよ。いい位置、いい位置。釣られたね。いやー、これ2届く。2届くの。これ、やられた。あ、打ちかけられてんじゃん。いや、ダメだ。石塚選手、それは一番やっちゃダメなパターン。そこのあれ固まっちゃった。なんで刺さってんだ、あれ。なんで刺さった。あー、じゃあ今日は内側が残りやすいのか。いやー、しかも塚原選手あんまり見なかったからね。マジでか。ことごとく裏目外した手が来るという。いや、しかもこの中選手が来たら、これ126期ですからね。一番最若手ですから、満州ですよ、絶対 100%。 しかも風が全然吹いてない時、これ差しなのか。その辺が超むずいな。えぐい。どこの考えが悪いんだろうな。まあ、多分あの坂本選手の技量を見余ったっていうことですね。僕のちょっとアップデートします。差しなら変える。どうなってんの。あ、4000なんだ。いや、これ意外に変われるわけ。ここが津の人は津の人なりのこの穴目の買い方なのか。もっと行くと思った、これ。マジで、あの情によってやっぱ毎回着てる人が買ってる派。やばい、ちょっと舐めてた。すげえ舐めてた。ちょっと気を引き締めます。私レース、数値的なことを言うと、ここはイン逃げないレースだと考えて勝ってもいいと思うけど、ちょっと戸田とは違うっていうところなんで、ここは僕の好きなね、浜田選手がいます。あのイン屋です。キッツイの 1-2 コース専門の西島選手と一緒ですね。しかも我らが金田選手がいるじゃないですか。これは買わないわけにはいかない。マジで、これ
金田選手が前付けですね。ちょっとこれ読みづらいな。進入2パターン、これ考えないといけない。そこで買おう。 OK、 あれがいいんだ。あーなるほど。あー怖い。あーそういうことか。これ金田選手前付けじゃなくて離れだわ。永田選手どうするだろう。あーこれ金田選手の角。いや、過度な感じする。これだと、2頭と3頭、これは刺し目とまくり刺し目ですね。で、ちょっと、まあ、今日は、もうちょっとやっぱ、角のこと、僕、本当にわからないと思うんで、やっぱ、イン逃げの、逃げる逃げないの判断は、やっぱ数字でちょっとしようかなと。ここは一応20%切ってるので、まあ、だから数字的なことを言えば、これはもうイン逃げないよっていう感じなんですけど、やっぱ、角の人たちはね、このインがある程度っていうところで買われてたんで、浜田選手はね、基本的にはまくったら負けるからここは大丈夫だと思うんだけど、どっかへこみだけが怖いんだよ。あ、オス選手いったな。これはいいよ。まくり出しいってる。よし、3人3号しかないけど、ダメだ、金田選手の癖これ。よし、 OK、 いいよ。これオス選手だったら結構つくから、3人。やばい、金田選手だ。ダメだ、怖え。え、しかもちょっと待って、これさ、え、ちょっと待って、3人だと1と5しか勝ってないな、俺。はっ、1、2、お、ちょっと待って。あー、6くさい。いや、6だ、これは3人だと。いや、マシン差しかよ。そう、ちょっと待ってくれた。塩田選手、頼む。ダメ、無理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 無頼む、ここで。よし、あー、ダメだ、釣られたらダメ。よーし、よしよしよし、シュータ選手頑張れ。3、2、1、よっ、 OK、 これはいったっしょ。これ結構釣っから、通してよかった。もうここで3レース目の状態でもう1万4000円使ってるから、頼むよ。怖え、マジ怖え。よし、いやー、だもうこれはもう3着1号絞ったけど、もう分かんない。3着なんてもう絶対予想できねえから。いやー、よく頑張ってくれた塩田選手。ナイス、塩田選手。5枚ですからね。どのぐらいつくんだろう。いや、これ多分50倍以上は絶対つく、絶対つく。まあ、イン逃げしない、すぐしないは数字 20% だったら、まあそれなるわなって話なんだ。いや、 A 級のね、A1 の2人が消えたから、よし、よし、オッケー、切った、アザマシュゲット。いや、でもこれ一つツー、やっぱインツヨの面で言えるのは、これが2万周近く行くのっていう話なんですよね。調子乗ってる。よし、これでもう負けなくなった。地元最高、三重県民です。よろしくお願いします、これから。はい、ありがとうございます。いやー、なんか最近いいところが来てくれるっていうのがマジで嬉しいですよね。立ってるよな。よし、行きましょう。よし、マスカード、お金を数えています。ありがとうございます。今日は3万2000円使おうと思って、ありがとうございます。お金を返してたんで全然勝ちだから。これ今これでもう今日は勝ち確です。全部使わないからな、見とけよ。全部使わない、かわいい。バック駅やってない、逃げだけはやってないって。
逃げはやってない。あ、ぶっちゃけでいいですか、ぶっちゃけで言っていいですか、6号希望、希望です。